新潮将軍団ですってくれ、またクララなんですけど、これね、ボンバーアップグレードしていきたいと思います。レベル13です。で、これね、10万ないんですけど、この魔法のコインも使って、節約して、はい、こんな感じで、レベル14、ボンバー、3つ目のフルカンストになります。で、いいっすね。レベル14、最大レベル。そして、キングレベルを上げていくということで、レベル12っすね。素晴らしい。金、ちょっとどかしてもらって、レベルアップ宝箱をね、引いていきたいと思います。さあ、9000、これが本当にでかい。9000でかい。そして、エメラルド。17個はでかい。いや、いらないね。オールトラレア。素晴らしい。エリクサゴーレム。さあ、何が出てくるのか。メガナイトだと嬉しいけど、どうだ？いや、ラバーハウンドと。あんまり使わないカードが出てきました。ということで、今回の動画はこんな感じかな。ボンバーをね、レベル最大値にしてね、キングレベル10にして、レベルアップ宝箱を引いたっていう、動画でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も見てくれると嬉しいです。高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。